お兄ちゃんが潜んでいるが、この子、ノブちゃんを助けねえと。愛する妻よ。行くぞ。ただ向こう側にお兄ちゃんいるから、そっちが、いい子だ。いや、それ、肉壁できるか。無理、肉壁無理、肉壁無理、肉壁無理。あ、行ったか、ノブちゃん。ナイスナイスナイス。よし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 。うふぅ、この緊張感。すげえな、おい、この緊張。おお、ぶた。さすがに手の長いお兄ちゃんでも無理だろ。あれ、嘘。え、なげ、え、なんで手長、手長。お兄ちゃん、あんなに手長かった？いや、あそこでもにらめっこ始まってる、にらめっこ始まってる。それ、ワンパン、ワンパン来てるよ、ワンパン来てるよ。ノブちゃん、ノブちゃん、気ぃつけてね、気ぃつけて。おう、ワンパン、ワンパン終わった。ありがとう。この号は一生忘れない。ごめんよ。では。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。ハチミツ男のジェイクが相手にいるじゃないか。うん、お兄ちゃん黙っちゃいないよ。さあ、やっていきましょう。メメント。今回のマップどこになるんだろう。あの、手鏡また持ってきちゃったんでね。うん、これ、ちょっと研究所系か室内系が欲しいですね。うん、やっぱりね、あの、パブリックテストベータでこうアイテムいくら使おうが、あの、戻せばね、普通の通常版に戻せばなかったことになるんで、もう好きなだけお兄ちゃんでこう暴れることができる。うん、まあ、なんか、お、来た、ギデオン。ギデオンお兄ちゃんと言ったら最強の組み合わせの一つ。そして今回レベル2お兄ちゃんになるんで、あのウサギをつけていて、でウサギのアドオンってどうなるのかというと、レベル2の状態のを早速いた、おい、ウサギのアドオンつけるとレベル2のお兄ちゃんが心音範囲が極端に狭くなると。うん、その上に私、観逆をつけているんでね、観察の虐待。まあ、通常の心音範囲が狭まると。見つけたね。見つけたね。同時に見つけたね。早々にレベル2にして、投資能力を得たいと思います。そう。で、さらに、雲のパークつけてます。この雲のパークはどうなるかというと、オブセッション状態の人を見つけて逃すと、ストークが1ずつ溜まっていって、でポンポン、おい、何をやってるんだ君は。この範囲でも心音が聞こえていない。いるぞジェイク、見つかってないと思ってんのかい、ハチミツくん。下で治療を今度は受けているか。あれはノブコだな。どれ、この心音範囲の短さよ。俺を言っている場合ではないぞ。屈伸で俺を言ってたようだね。さて、下から、あの子は私のトーテムの位置を察知してしまったからな。そんなところで治療するなんてあまり強ポジでもないからな。はい、倒しなさい。で、クモパークってそのオブセッション状態の人を見逃すと1トークンずつ溜まっていって、その分速さがね増していくと、うん、切るまで続きます。それはちょっとめんどくせえな。勘が冴え渡るね、この子。やるじゃねえか。見せかけて。あ、よいしょ。まあ、クモパークをね、誰かで集めてみろ。どっちにしてやろうか。君に決めた。全力疾走か。いいだろう。これ、追いかけながらも、
好きあらば、さっきのノブちゃんを狙います。投資術で。おらよ。さあ、あそこ行ってない。あ、向こうでドーンになってんな。あとは、この辺で適当に投資して、あそこでナースコールが発動してるぞ。あれ、その奥にいる。ほれ。気づかなかったようだね。このジェイクにもトーテムの位置バレてしまったな、これ。参っちゃうね。あ、治療、さっきのノブちゃん治療終わったみたいです。今すぐ行ってやるからな。あ、これはね、上の様子を伺ってんでしょうね。まあ、こっからはね、上に上がってこれないんで、多分向こう行っちゃうかな。まあ、そうだよね。向こう行くですよね。ちょっと様子見てみましょうか。あれ？上に行こうとしてるのか。心音が異常に短い、範囲が短いお兄さんです。こんばんは。リーダー倒しなさい。そう。そんなこんなで今回ご紹介したい映画は13ゴースト。主人公の家族は、普通のね、家族ではありましたけど、なんとね、今回、死んだおじ、大富豪のおじの遺産を受け継ぐことになりまして、やるじゃねえか。で、よし !OK! 受け継ぐことになりまして、その遺産とは何かというと、すごい豪華な屋敷。そこに、まあ、家族が引っ越してきたわけですね。しかしその屋敷、ただの屋敷ではない。見た限り、とんでもない設備。ガラス張りになった風呂。まあ、デザイナーズマンション的なね。デザイナーズマンションって絶対ガラス張りだよね、お風呂が。で、もう、本当になんか、悪趣味なのか、こうハイセンスなのかわからないような。まあ、家なんですけど、それを相続してしまうと。しかし、その家には秘密があって、みたいな話になってくるんですよ。ただね、普通のオカルト心霊ものだと、まあ、幽霊が出てきて、みたいなね。まあ、サーティーンゴースですから、幽霊出てくるんだけど。おおおお、ただね、これ、かなりエンタメ色の強い悪霊もので、エクソシストとかね、そういったなんかちょっと真面目な感じのオカルトじゃないですよ。結構ぶっ飛んだ設定のオカルト。お、そこ倒さなかったか。いいですね。これ。もうあれだね。第3次だね、これ。メメントを持ってきているからね。楽しみにしていてくれ。あそこにはいないな。あれ？いた？あら？反応してなかったけど、遠すぎたか？あのノブちゃん、やってやる。必ずやってやるぞ。したか。オッケーオッケー。で、一個一個のゴーストの封印を解いてしまうと、ある設備が動き出してみたいな。そういう風なことになってくるんですよ。で、その家の設備、家の設備が結構面白いんです。ぜひその機械仕掛けの豪邸、奇怪な豪邸確認してみてください。おらよ、足をつかむぞ。うおーっと、自分の手を刺してしまったじゃないか。ずれにずれて、ポイ、一応ポイする。次に行きましょう。さあ、私が最強のお兄ちゃんだ。お、こうやった。こうやってどこ行くつもりだ？あ、そっちかい。心音が聞こえないぐらいの距離を保ちましょう。そこか。うん、なるほど。あら？え、あ、消えた。あら？ん？え、嘘。
どういうこと、どういうこと。え、この辺で消えたぞ。え、謎の失踪事件。嘘だろ。失踪事件が、このミステリー解決しなければならない。ん？え、どう？え、ロッカー？え、ロッカーにしてはだよね。え、ここら辺？あら、回復した、しかも。何？なんちゅう雲隠れの術だ。あのジーク、ただもんじゃねえな。まさかこのお兄ちゃんの目をかいくぐっていくとは。あ、ねやねやねや。ちょっとでもね、さすがに心音範囲ね、ゼロじゃないんで、もうちょい近づかれると多分気づかれるんじゃないかな。心音、聞こえちゃったかな？戻った戻った。戻ってった戻ってった。面白いな、こうやって生存者の生態を確認、観察するの。うん。お礼よ。そういうことです。さあ、追い込んでいこうじゃないか。残り3人、発電機4台。結構シビアだが、生存者からすると。私はのんびり狩りと行きましょう。あ、もしよ、そこに。ああ、いるじゃないか。倒しなさい。そうだ。そういうことだ。おっと、雲がトークンに溜まった。これでちょっくら早くなります。下を通ってるね。あ、やってんな、やってんな、やってんな。逃しはしないよ。おらよ。引っかかったな。意外と足早いでしょ、これ。こんなんですよ、もう。雲も馬鹿にできないですよね、本当に。あら、そこですか。まあ、もう早急に倒させましょう、ここの板は。さあ、倒しなさい。そういうことです。下に行くでしょうね。あれは落としときます、もう。うん。めんどくさいんで、下に板2つあるんで、どうせ上に戻ってくんじゃないかなって踏みます、これは。そこを追い打ちかける。まあ、治療するかもしれないけど。どうだろう。戻ってきた。そういうことです。2回目はきついぞ、ここは。落ちる時の、あれがあるからね、硬直が。あ、でも、間に合うか。あ、お、あれ？戻ってきた。諦めてるよね。もうこれは間に合わないと踏んだか。これ！ちょ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 。これじゃない、これ。どこだ？これだい！また痛てててて手が痛えよ、手が痛え、まったくよ、ぽいだ、うん、さてもう一人探しに行きましょうか。猫バカ、もう二人か。どこに隠れてても見つけ出してやる、この千里眼でな。千里眼という日本の映画、なかなか面白かったですよね。今度その紹介しようかな。ここ、ちょっと動かしてやるな。さあ、ハンティングの時間。楽しみだね。必ず映りますからね、言うても。まあ、あるパーク構成とロッカーは厳しいんですが。まあ、蹴り入れましょう。あ、もう、遠くまで行ったか。もう、世界の果てまで逃げる気か？奴は。どこまで行こうというのかね。お、下回って戻るつもりか。人間の心理っていうのは面白いよね。もうそこの板もありません。スマチャクじゃなかったようだね。あ、よいしょー。そういうことだ。どんどん。もう一人ぐらい
探し出したいね。どこだ、どこだ、どこだ。おほほほ、あ、まあ、意外と安全なとこ行くね。13人目、14人目のゴーストにしてやろうか。13人のゴーストって、なんか意味があるんですよ、その数字に。13って不吉な数字でもありますからね。やってますね。え？ 何あれ？いや、お兄ちゃん腕長いはずでしょ。あんなのもう板ごと丸め込む勢いですよ。どうしちゃったの、今の。私前にベンチ越しに殴られたことあるんだけど、どういうことなんですかね。ほぼ当たったでしょ、あれ。ここやってないね。あら、消えるのうまいな。残った生存者2人。隠密行動がうまいですね。でも、こうなってくると生存者が圧倒的不利なんで、必ず見つけることは可能です。これはもう余裕持って私ハンティングしていくんでね。ロッカーかこれ。一個に、あ。はい、こんにちは。お、え？なんだなんだなんだ。おっと、瓶持ちだったか。瓶使いましたね。次のアブデから瓶は、ああやって使った瞬間、ボロ体みたいな、与えられた猶予みたいな、深手状態になるんで。しかし、チェイス街に行くと、メーターはどんどん下がっていくんで、あえてこの、なんだ、心音が短いお兄ちゃんとは、めちゃくちゃ相性がいい。今のはね、多分治療しないと、そもそも、深手が終わってしまうっていう状態だったんでしょうね。無理にでも治さないと、どっちにしろ倒れるという詰んだ状態。しかもこっち信用しないからね。どっちにしろ地獄。引いても行っても地獄。残り1人。まあ、こういう時ってね、手鏡お兄ちゃんって基本、もう這いずってる近くでずっと見とけばいいだけの話なんですけどね。もう待ちお兄ちゃんになった方が実は楽なんですよ。探しに行くのが意外と面倒で。これね。これはここの近辺をここに向かってくるんで、絶対。生存者って。間違いなんでね。これ、本当に、透視能力を持ってない殺人鬼だったらね。あんまり意味はないんだけど。絶対向かってるでしょ。ん？ん？あ、違うか、あれ。発電機か。ん？発電機じゃないの？え？ちょっと待って、今の発電機じゃない？あれ？あ、いた。やっぱそうだ。おーっと、気づいたか。いいでしょう。回復させに行くか？回復させに行ってるな。上か。やめてください。あそこのね、階段付近でね、地上って結構めんどくさいんだよね。ずれることがあるから。ほれ、あれ、ここ板あるかと思っちゃった。グレイト！さて、メメントいけるか？あ、いけます。立ち上がり。低すぎる。年老、年、あ、おお、私のナイフをペロ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 。ペロ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 してたね、今。ネアが。ナイフペロ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 してたね。なんだ、あれは。新しいフェチズムなのか？下の方行ったかな、これ。あ、いたいたいた。危ね、危ね。この子はメメントじゃないのか。よーし、よし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 。そんなわけで、やはりギデオンのマイケルお兄ちゃん。やばいね。いや、思わずナイフペロ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 させてしまったな。あんなことあるんですね。そんなわけで、31ゴースト、気になる方はぜひ見てみてください。映画ね。今回ご紹介したやつ。そしてね、コメントでね、毎回ね、私が紹介した映画をちゃんと文字に起こしてくれてる方がいて、本当にいつもありがとうございます。そのおかげでね、他のリスナーさんがね、映画検索するときに、検索しやすくなっております。
ありがとうございます。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。メルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。